黒い裏の屋台の酒のほろ苦さ、知らぬ同士がこだらばかりってシャンチキオケさ、おけさせつはやるせないや。私バカよね、おバカさんよね、後ろ指後ろ指刺されても、あなた一人に命をかけて耐えてきたのよ今日まで。私も旅に出るわ、明日の朝早く。どうもありがとうございました。お客様は神様です。どうもどうもどうも、ありがとう。高橋さん、何あのそれ僕のご挨拶なんだけどな。どうも失礼いたしました。じゃあ言い方を変えます。あ、そう、お客様は仏様です。あれですか、成仏者。いやしかしあれも、もうノリがいいもんですからね、ついついもう、でもこれはしかし大変な言葉を発見されました ね、 ね、いつ頃からこれあのお客様神様です言い出したんですか。昭和36年頃からなんですけどね、それやっやっぱりお客様は神様だと思います。はあ、それが原点なんですね。はい、そうです。素晴らしいですね。おかげさまで私もですね、はい、今年あのデビューいたしまして20周年を迎えました。20周年、いやありがたいもんでございますね、うん、まあでもここまで来れたらもう全て自分の力です。待って、でも55年の経験者が語るにはですね、やっぱりこれは隅から隅のお客様のおかげでございますから。55年。はい、55年。そんな長くやって飽きませんか。ねえ、本当にすごいもんでございますね、はい、しかしおかげさまでね、私もあの20周年を迎えまして、うん、ふるさとに自分の銅像が立ったんでございました。そうそうそう、まあ今の現役歌手で歌ってる歌手で銅像できたのは私が初めてでございました。だいたい銅像ってのは死んでからできるらしいですからね。そうですね、大したもんだ。あの南先生ともなんかあの、え、あのうちのあたりがなんかチャンチキ通りとかなんとか言うんですって。あ、そうです。お、今から30、ね、5年ばかり前に進んだんですが、そこはチャンチキ通りになりました。先生の55年やってチャンチキ通り、チャンチキ通り。ですからね、大概もうタクシーの運転手さんはすぐにパッとこう、あのうちの通りが分かる。分かる、はい、で、まあ、ですから私のうちの裏の裏に大きな6万坪の林があるんですが、おそこの名前がおまんた林。本当ですから、しかし、いやしかし、まあ、あのこれは嘘。あ、そうですか。これは嘘。まあでもお客さん